豊岡市の城崎温泉で今日、今が旬のズワイガニに感謝する恒例の絶叫大会が開かれました。カーニさん、ありがとう。いつも小食な子供たち、カニだけいっぱい食べるのやめてくれ。大きな声でカニに感謝を伝える参加者たち。豊岡市の城崎温泉ではズワイガニが旬のこの時期に、温泉街一帯をカニ王国と名付けて観光 PR を行っていて、今日は恒例の絶叫大会が開かれました。大会はカニさんありがとうという感謝の言葉と自分の好きな言葉を叫んで声の大きさを競うもので、今年は京阪神などから訪れた観光客50人が参加しました。それぞれオリジナリティあふれる叫び声を上げ、会場を大いに沸かせました。何回生きても最高だ、ブラボー。はい、107でしょ。広島市の公務員塩形和夫さんが107デシベルの大説教で見事優勝を勝ち取りました。いや、とっても嬉しいですね。もう感無量です。塩形さんには2万円相当の松葉ガニが贈られたほか、会場を盛り上げた参加者らにもセコガニが贈られました。